パパジーンズタイニーハウスプロジェクト古民家ビューイングスターティング、今日は何日ですか？あ、今日は26日ですね。26日、7月26日2024年な、うん、はい、今日は兵庫県のイボの糸のそうめん作ってる町に来ました。今からテルさんの古民家を見に行きます。で、この前と同じくここのレストランで、日替わり定食を頼みました。はい、でこんな感じです。はい、今日も古民家を見に来ました。この家、これはクラス、ロケーションはこういう場所です。この前は銀行で、はい、なんか面白いこと言うて。面白いことですか？飛んでください。またこれで。はい、長かったけども、何人かと思ったらもうあっという間に、ね、ピオリはなかなかいい話できて、うん、また今日皆さんの話し合いで何か。はい。はい。はい。この屋根が崩壊しております。この蔵のここも崩壊しております。ああ、植物もだいぶ。ここは駐車場？ケアサービス。ここはこんな風にして車が入れるようにしております。綺麗ね、めっちゃ綺麗。このお家です。こっち側は壊れてないです。で、これが離れです。この離れに天皇陛下が泊まったらしいです。この離れもこの屋根が崩れております。残念ながら。向こうにあるのは蔵です。1860何年というのは明治維新でござる。でございます。そうです。でも登録は
はもうちょっと後になりますね。明治20年。オーマイガー。で、先はここの何か説明しましたね。はい、これの高さは。江戸の人の背の高さだから。背が江戸時代の人の背。江戸時代の人はこんなだけ小人ですかね。小人。ちっちゃいですね。こんぐらいですね。あ、うちの息子の同じ高さかな。でも力は強かったんやで。らしいですね。これはバンク閉まってたんですよね。昔はね。これ新しくつけたからね。はい、どうぞ。うん、このねえ、こういう全部昔のままですね。この駅。そうですね。ここになんか扉があったんでしょうね。そうやな。全部母が変にいじってるんだと、ね。あ、見てください。このはしご、はしご。で、ここで、この階段な。あ、はしごも。はしご。で、なんではしごがあるのか。うん、なんで梯子があったか分かりませんですね。あの階段も隠せるし、ここは動物は産卵っていうか、なんか産卵卵、動物が産卵させた。産卵、四卵じゃなくて産卵だって。産卵、卵と違う、産卵。産卵ですね。これなんか見て、この古いこんな。絵が描いてあるよ。それ開けてください。そのドア、これドアですかね。ここ、これ。うん。これこんなあの価値あるものかもわかりませんね。でここは動物はこれをやったんですけども、コウモリやね。ここにあったのは、泥棒ここに入ったことかもしれません。この、これ開けましょうか。これ。え？これ中に組み合わせ。それは何？開くか。で一つ開かないわ。見てほら、上が降りてきて重さでこうぐにゃーっと曲がって。この家はいつ、コラプス落ちるか分からない。Anytime。 Sorry? Anytime コラプスする。 台風が来たらアウペ重たなって。でもここだけの話ね、ここの中にもしかしたら宝物があるかも。あるかも。あるかも。この中に隠しなんかが、隠し引き出しがあるから。ドローを入ったということはね、でもまあ仏壇は壊してないからな。仏壇、この仏壇、仏壇ですね。この仏壇のものは全部ゴールドプレイって、ゴールド。次の日の朝、今日は7月の27日土曜日です。時刻は7時17分です。今ここは金閣寺のタイニーハウスです。今日のサンドイッチを作っております。中身はまずパンに、バターを、バターじゃない、マヨネーズを塗って、じゃこ天ときくらげの天ぷら、その上にこのきゅうりを乗せてます。このきゅうりもこう切ってちょっといい感じにこうやって四角に切って、でこれ入れて、であとこのチーズを剥いて、この置いて、これをまたこう半分にスライスしてこう並べたものを お昼に持っていきたいと思います。あとは冷凍してあったこのバラ寿司です。これ4ドルのバラ寿司です。で、あとここに水を凍らせて、
なめちゃくちゃな状態です。まだ今整理整頓してませんもめちゃくちゃな状態です。ここに換気扇があって。朝の朝食は今作ったこのサンドイッチとヨーグルト。この中にはこういうプラム、干しプラムを入れてます。あとお味噌汁。ただいまの時刻は11時です。タイヤがこんなえらいことになりました。ここでタイヤを交換して家でまたタイヤ交換をしたいと思います。ただいまの時刻は11時20分です。ね、こんな状態です。ということでしょう。このゆっくり走ってる時になりました。それもいつもお世話になっているこのヤンマーの北川さんのヤンマーのお店のちょっと手前でパタ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 って鳴り出しました。でここのスペースをお借りして、スペアタイヤに交換することができました。ほんまに今日は運がいい日です。はい、ただいまの時刻は11時半です。なんとかかんとかたどり着きました。このタイニーハウスのサイトに、今このスペアタイヤになってますので予備のタイヤに、チェンジと思います。一本古い、タイヤとリムをがあります。ただいまの時刻は11時、55分です。ここで今度はこのスペアタイヤから、置いてあった一本のタイヤリム付きに交換します。向こうは向こうでやるのは下が土やから、ここで作業することにします。ぼちぼちやります。暑いです。国で撮影してたんですけども、この日の気温が暑いので、iPhone が止まっておりました。はい、それではお昼ご飯にしたいと思います。持ってきたサンドイッチとこの
具たっぷり、エビ入りバラ寿司4ドル。これをちょっとチンして、これ冷凍してたからもう溶けて大丈夫やけど、一応ちょっと。ベチョです。もう暑くて今からちょっとこれを脱いで乾かしときます。このこれを凍らして持ってきました。その水が一番おいしい。きれいにやらないと。